はい、プレイボール、どうも野球人です。2月17日、巨人広島練習試合レポートということでございまして、今日17日ですね、巨人広島の練習試合が行われました。注目としては、ドラフト1位のヘイナイ投手、そして広島、ドラフト1位の栗林選手が共に投げ合うということでございます。まあ、そちらを中心にご紹介していきます。ご覧ください。どうぞ。はい、2月17日巨人広島戦、スタメンオーダーはですね、巨人1番が吉川選手、2番松原選手、3番陽大館選手、3番岡本選手、5番大城選手、6番若林選手、7番、小林選手、8番秋広選手、9番岩瀬選手、そして、ピッチャーがドラフト1位ヘイナイ選手ということでございます。で、広島と言いますと、1番初期選手、2番矢野選手、ルーキーですね、3番堂林選手、4番新外国人クローン選手、5番大森選手、6番林選手、7番正髄選手、8番石原選手、9番曽根選手、そしてピッチャーが床田選手というラインナップでございます。はい、系統はですね、巨人が、ヘイナイ選手、桜井選手、伊藤祐介選手、今村選手の系統ということでございます。はい、そして広島は床田選手、スコット選手、栗林選手、森浦選手、大道選手、ケムナ選手ということでございまして、はい、結果はと言いますと、広島巨人ともにね、0対0、広島4安打、巨人3安打という結果に終わりました。はい、ということでございまして、ここからはですね、巨人広島と注目選手を、上げつつ、最後にはね、しっかりと全選手の成績を見ていきたいと思います。それではまず巨人の注目選手からご覧いただきます。どうぞ。はい、ということでまずは巨人のヘイナイ選手から見ていきましょう。ドラフト1位の選手でございます。先発ですね、今日任されております1回表、1人目はまず1番、葉月選手、カウント1ノーから2球目真ん中よりストレートを打たせ、ライトフライということでございまして、まあ、早速ね、打ち取って幸先いいスタートとなります。そして2人目は2番矢野選手、フルカウントからの7球目インコースのストレートに詰まらせ、ピッチャーゴロ。はい、3人目3番堂林選手、初球高めにストレートが浮くも力勝ちで、ライトフライに抑えチェンジということでございまして、初回はね、3人できっちり抑えます。はい、そして2回表、4人目4番クロン選手ですね、カウント3ノーから4球目ストレートが内角に外れ、四球を出してしまいます。はい、5人目5番大森選手、カウント1、2からの4球目外角のツーシームを弾き返され、レフトヒットということでございまして、まあ、ちょっとピンチを迎えるんですが、6人目6番林選手、カウント1-1から3球目内角ストレートを詰まらせショートフライ。はい、7人目7番正髄選手、フルカウントから7球目外角の126キロスライダーで見逃し三振を奪います。まあ、きっちりね、コースに決まったスライダーで、まあ、ビタビタのね、アウトコースに決めれたということでございます。はい、そして8人目8番石原選手、カウント 1-2 からの4球目外角低めのボール、気味のツーシームを打たせレフトフライでチェンジということでございまして、2回も無失点で乗り切ります。そして3回も行きました。9人目ですね、9番曽根選手、カウントノーツーからの3球目低めツーシームで空振り三振を奪います。まあ、このツーシーム良かったですね、かなり落差のあるボールでございましたので、まあ、ツーシームというか、まあ、フォークに近いね、球かなというふうに思います。このボール結構使えそうですね。で、10人目また1番に戻りまして、粘られてフルカウントからの9球目内角にストレートが外れ、四球を出してしまいます。はい、11人目2番矢野選手、1塁ランナーが盗塁を試みるも失敗、その後打者も内角ツーシームに空振り三振でチェンジということでございまして、まあ、見事3回無失点に抑えました。はい、3回1安打2四球2奪三振無失点ということでございます。まあ、ちょっとね、四球は出してしまったんですが、ヒットは、まあ、打たれませんでした。三振もね、非常に、いい球取れて、150キロもね、しっかりと、ストレートマークしておりましたので、かなりいいんではないでしょうか。まあ、このままいけば先発ローテーション入りは、まあ、当確かなっていうピッチングをしておりましたので、またね、次回いいピッチングしていただければということでございます。次はオープン戦かな、楽しみでございます。はい、では次行きましょう。はい、巨人2人目の注目選手は伊藤祐介選手ですね。彼もルーキーでございます。ドラフト4位の選手、社会人の、中継ぎピッチャーなので即戦力が期待されておりますが、そんな伊藤選手、7回表に、巡ってきました。1人目ですね、5番大森選手、カウント 2-1 から4球目外角低めのストレートでショートゴロに打ち取ります。
はい、そして2人目6番林選手、カウント1-1から、3球目内角にカットボールを投げ、ファールフライに打ち取りました。そして3人目7番正水選手、カウントノーツーと追い込んで3球目外角低めのカットボールを投げ、ライトフライで、チェンジということでございます。しっかりね、1回無失点で抑えます。で、次の回も行きました。2イニング目も、行ったんですけど、4人目8番磯村選手、カウント1ノーから外角高めにストレートを投げ、ショートゴロに打ち取ります。はい、で5人目9番曽根選手、粘られてフルカウントの9球目高めのストレートでセカンドゴロ。そして6人目1番初木選手、帰ってきてカウント1、2と追い込んで6球目外角低めを、ツーシーム引っ掛けさせて投手ゴロでチェンジということでございました。はい、ということで2回無安打無四球無奪三振無失点ということで、全てね、打ち取った打球ではあるんですけど、しっかり、0点で抑えました。ちょっと気になったのが、やっぱね、三振取る球っていうのが彼少ないのかなっていう印象ですね。ストレートっていうね、威力と、カットボールは非常に使えそうなんですが、三振取れないとやっぱり、後々厳しくなってくるかなっていうふうに思いますので、もうちょっとね、落ちる球とか磨けば、化ける選手かなっていうふうに思いました。どんどんねストレートとかも速くなってくると思いますので、楽しみな選手でございます。はい、では続いて広島の注目選手ね、見ていきたいと思います。はい、カープの注目選手ですね、ドラフト1位栗林選手でございます。社会人で即戦力が期待される投手でございます。先発もできるんですが、今中継ぎとしてね調整しているのかなというふうに思います。で、6回裏ですね、今日1イニング投げました。1人目8番秋広選手、2メートルのね注目されている選手なんですけど、カウント1-1から高めのカーブを打たせ、ボテボテのピッチャーゴロに打ち取ります。はい、2人目9番湯浅選手、カウント 3-1 からストレートが低めに外れ、四球を出してしまいます。はい、しかし3人目ですね、1番吉川選手、フルカウントからの6球目フォークを落とし空振り三振、さらに1塁ランナーがスタートしておりまして、キャッチャーが刺してチェンジということでございました。はい、ということで、1回無安打1四球1奪三振無失点というね、しっかりと、したピッチングを残してくれたと思います。中継ぎとしてね、おそらくね、問題ないかなっていうふうには思いますね。まず活躍するだろうっていうふうには思ってます。あとは先発もね、できるので、そこをどう配置転換していくかっていうところなんですが、そこの動きとかね、ちょっと注目して見ていただければ面白いのかもしれません。はい、では栗林選手でした。続いてカープ2人目の注目選手見ていきましょう。はい、広島2人目の注目選手は矢野選手でございます。今年ね、ルーキードラフト6位の大学生なんですが、アジア大学で、本当にね、守備に定評のある選手ということで、今日もね、スタメンで出場しておりました。そんな矢野選手は1打席目平内選手ですね、フルカウント7球目内角のストレートに詰まりピッチャーゴロと、そして2球目、また平内選手ですね、カウントノーツーからの3球目内角低めに落ちるツーシームに空振り三振と、ここまではね、平内選手さっき見ていただいたのと一緒ですね。で、ここからですね、3打席目ピッチャー桜井選手に代わりまして、追い込まれてから粘り、ツーツーの11球ですね、かなり粘りました。そこからカーブを叩きつけ、高く弾んでピッチャー、ヒットと、なりました。そして極めつけは4打席目ですね、ピッチャー今村選手、フルカウントから7球粘り13球目内角のストレートを打つもサードライナーということでございます。本当にね、かなり粘りましたね。で、4打席あったんですけど、そのうち3打席でフルカウントまで持っていってるんですよね。なのでこのしぶとさっていうのは非常に彼の魅力かなっていうふうには思います。パワーはね、彼大学の通算成績見てもそんなにないんですよ。ですが出塁率がこのタイプにしては結構高いので、その理由っていうのがね、今日分かったかなっていうふうには思います。かなりね、粘ってっていうことができるので、あれだけ出塁率が高かったのかなっていうふうに思います。気になるんでしたら、ちょっとね、そちら成績も矢野選手ね、乗っけてる動画があるので、ぜひ、ご視聴くださいといったところでございます。守備もね、彼良かったんで、ショートのレギュラー取るかなっていう感じのね、活躍は、今後もしかしたらするかもしれません。はい、というわけで以上が選手ね、注目選手ピックアップでございました。その他ね、選手の、成績も全て見ていきましょう。まずは、巨人の、成績から見ていきましょう。はい、こちらが巨人の打者成績ですね。
まあ見ていくと、まあやっぱね、安打っていうのがそんな出てないんですよね。 3安打かな。安打放ったのが、1番の吉川選手、そして、2番の松原選手がツーベースね、4回に放ってますね。そして、最後9番の湯浅選手、が、結構活躍してますね。フォアボール2つに、最後センター前ヒットということでございまして、まあ、一番今日は湯浅選手が、バッターでは活躍しましたかね。注目の秋広選手とかはそうですね、3打席凡退に倒れてしまったので、まあまあ、これからね実戦いろいろ積んでいくと思うんですが、課題の残る、野手陣にはなったんではないでしょうか。はい、続いて、広島の野手陣も見ていきましょう。はい、広島の打者成績でございます。こちらも見ていくと、まあ、3発4安打ということもあってヒット打ったのが、先ほど紹介した矢野選手、そして堂林選手、大森選手に、9番の曽根選手ですかの4人ということで、複数安打放った選手もいないということですね。で、まあ、クロン選手ですね、注目されておりましたが、まあ、1個ね、四球選んで三振も1つということでございました。まあ、まだまだね、これからどんどん野手陣も上がっていくんでしょうが、まあ、ちょっと寂しい結果にはなったんではないでしょうか。はい、ということで、対照的にね、ピッチャーの成績ですね、そちらもしっかりと見ていきましょう。はい、こちらが投手成績です。まず上の広島からですね、見ていくと床田選手が3回、被安打0ですね、2奪三振で無失点と、まあ、しっかりと投球できたんではないでしょうか。でスコット選手も2回1安打2奪三振無失点ということで、まあ、2年目の、ね、シーズン、昨年は結果残せなかったんですが、まあ、残ったからにはね活躍してほしいですね。で栗林選手も、いいピッチングでしたし、で、森浦選手、大道選手の、まあ、2人のルーキーがしっかりと、まあ、抑えましたね。まあ、大道選手は、まあ、デッドボールを与えてしまったんですが、しっかり三振を取れたということで、ございます。で、まあ、ケムナ選手、まあ、ちょっとね最後、怪しかったんですけど、なんとか抑えてといったところでございます。で巨人見ていくと、ヘイナー選手が、先ほども言った通り3回、1安打3奪三振ですね、まあ、かなりいいピッチングだったんではないでしょうか。で桜井選手3回ですね、投げて3安打2奪三振で無失点。伊藤選手も、先ほど言った通り2回被安打0ですね、無失点で、今村選手も1回、2奪三振で無失点ということで、まあ、ピッチャーはね、両軍通じて良かったですね。まあ、自責点ね、お互い0ですから、まあ、当然じゃ当然なんですけど、まあ、しっかりと調整できていたんじゃないでしょうか。非常にね楽しみでございます。では最後にツイッターでの反応を見て終わりたいと思います。はい、こちらがツイッターでの反応です。見ていくと、トリマ投手陣は順調そうで何より、平内も制球に苦労はしていたが、ツーシームとかの決め球があるのは丸、桜井、今村も良かったし、伊藤もパーフェクト素晴らしい、野手はなんというか、まあちょくちょくいいプレーもあったし、次は元気な打線を見せてくれると信じているということでございます。まあそうですね、ピッチャーはね先ほども言った通り良かったかなっていうふうには思うんですが、まあ野手がちょっと寂しかったというところです。で広島の、まあ、声ですね。野手は矢野以外アピールできていない、小園や、中上、長い、を試してもいいかも、床田は今年期待してもいいのかな、ルーキー3人、栗林は落ちる球が良かった、森浦はサクサク抑えててよかった、大道は一人相撲感あったけどストレートは威力すごそう、スコット今年は見返そう、ケムナ頑張ってくれといったところでございます。はい、というわけで、以上がツイッターでの反応でした。まあ、いかがでございましたでしょうか。しっかりとね、巨人広島の、練習試合の、行方をお伝えできたかなというふうに思います。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲームセット、ありがとうございました。